セーミア・コウタロウは、北海道日本ハムファイターズに所属する東京都新宿区出身のプロ野球選手。ジップは、日本ラグビーフットボール協会副会長のセーミア・カツ第88回全国高等学校野球選手権、大会決勝戦を見たことをきっかけに、和瀬田実業所等部1年生で、南式チームのオールアザブに入団して、野球を始める。 4年生の時に公式野球へ転校、リトルリーグチームの東京北砂リーグに所属。東京北砂リーグでは2012年のリトルリーグ世界選手権にて、投打にわたる活躍でチームを牽引し、優勝に貢献。この活躍から、米メディアでは和製ベイブルースと報道された。2012年の日本シリーズ第一戦では、 支給式を務めた。その後所属した調布シニアでも3年夏に全国優勝を経験。早稲田実業高等部に進むと1年生ながら主軸として期待され主に3番一塁手として出場。第97回全国高等学校野球選手権大会に出場し本塁打を2本記録した。また 2015WBSCU-18。 ワールドカップ日本代表にも選出された。2年次に自身が最高学年となった新チームでは首相に就任。3年時の第99回全国高等学校野球選手権西東京大会では開会式で選手宣誓を行ったが決勝で東海大菅顔に敗れ本大会出場を逃した。8月23日 2017WBSCU-18 ワールドカップ日本代表の首相を務めることが発表された。高校通算111本塁打は史上最多記録で高校公式戦には通算70試合の出場で247打数100安打打率40529本塁打95打点。大会後の9月12日に帰国後、 家族や泉実ら関係者との話し合いを行った上でプロ死亡届を提出する意思を固め9月22日の記者会見でプロ死亡届を提出することを表明9月25日正式にプロ死亡届を提出した10月26日のドラフト会議では1995年の福留光介に並ぶ高校生最多7球団による 競合の末、北海道日本ハムファイターズが交渉権を獲得し、11月16日に契約金1億円で来たか5000万円、年俸1500万円で仮契約を結んだ。11月24日に入団会見が行われ、背番号は21となった。2018年1月の合同自主トレジに右手星季節骨骨座礁、2月のキャンプ中に 3月のオープン戦の期間中に原局性腹膜炎で緊急入院するなどアクシデントが続き、開幕1軍入りを逃した。4月10日に2軍デビューを果たすと、2軍戦15試合で4本塁打を放つなど、復調をアピールし1軍へ昇格。5月2日の東北楽天ゴールデンイーグルス戦で1軍デビューを果たした。5月9日のオリックスバファローズ戦で、第一打席に、 ブランドン・ディクソンから右翼へプロ初本塁打を放ち、デビューからの連続試合安打記録を7に伸ばし、ドラフト制後では単独トップの新記録となった。9月28日、楽天戦に6番1塁で先発出場し、第1打席に菊地康則から先制の7号ソロ本塁打を放ち、高卒新人の本塁打数に1959年の大貞春と並んで、 歴代9位となった。最終的に53試合出場、打率207本塁打18打点を記録。オフに300万円増の推定年俸1800万円で契約を公開した。2019年3月3日の横浜 DNA ベイスターズとのオープン戦の第4打席でファウルを打った際に右手首を痛め、そのまま途中交代。 翌4日に右右腰張骨骨折と診断され、5日に骨片除去手術を受けた。5月14日の二軍戦で実戦復帰すると、5月24日にシーズン1軍初登録、初出場。5月30日のロッテ戦で4回裏、1死に3塁で種市厚志明から球団通算8 0 0号となるシーズン1号本塁打を放った。最終的には、 81試合出場、打率。204、7本類三33打点を記録。10月に、前年から不安のあった右肘の手術を受けた。オフに、200万円増の推定年俸2000万円で、契約を公開した。2020年、プロ入り後、初めて怪我での離脱のないシーズンであったが、96試合に、出場し、打率。190、 本類が7本の成績で終わった。オフに200万円増の推定年俸2200万円で契約を公開した。プレイスタイルや動画などの共通点から和製ベーブルース、日本のベーブルース、ベーブルースの再来などとも称される。大貞春からは長距離打者というより中距離打者。強引に打つんじゃなくてきた球を逆らわずに打つので、打率は残せると思います。 と評価され、張本伊佐も王に同意し、中距離に近いバッターで左右に打ち分けられると述べている。50メートル走6.3秒、遠投110メートル、一塁到達タイムは4秒11から4秒15を記録する。守備では、また割りができる。高校3年生の時に勤めた夏の甲子園、西東京大会の選手先生では、冒頭の 私たちは野球を愛していますという言葉が話題となった。セ宮ミア自身はこれについて、同年6月に死去していた小林真央が生前に残した言葉から影響を受けたことを明かしている。東京北砂リーグに在籍していた2013年、バラエティ番組、ここタての対決企画、プロ野球開催協の脱三信号、VS 世界一の少年野球チームに、 プロ野球界最強の脱三振王として出演していた当時広島東洋カープに在籍の前田健太と対戦した。菅野宮は宇宙間、フェンス手前まで転がるゴロを打って前田の脱三振を阻止し対決に勝利している。ありがとうございます。